ちゃ、小豆島の漁師浜湯です。今日はですね、香川県の阿字漁港のイカナゴ漁の取材に行ってきます。それじゃあ、いつものように支度をして、それじゃあ行ってきます。まあ行ったふりで、本当はこれ後取りなんですけどね。バイバイ。じゃあみだれちゃん、阿字漁港に行ってくるね。おきおきぐわり、よしよし。はい、それではこちらの船で阿字漁港の方に向かっていきます。阿字漁港まではだいたい30分といったところです。そしたら阿字漁港が見えてきました。こちら阿字漁港に到着です。阿字の港に着いたんですが、とりあえず神本さんが今日乗してくれる方が帰ってくるまで待機しておきます。それにしてもでかいね、港。バッシャからハマチの養殖のからね、いっぱいありますよ、でっかい船が。すげえ。しばらくすると朝のイカナゴ漁を終えたバッシャの船が続々と港に入ってきて、荷揚げをしてはすぐ次の漁へ出港していっていました。僕も桟橋に船を止めて荷揚げの様子を見に行こうと荷揚げ場に向かっていきます。するとこちらすでにね、たくさんのイカナゴがこちらの機械からカゴに入れられて、パレットの上に積まれていっておりました。一見大量に見えますが、今年はかなり少ないそうです。荷揚げが終了したら早速次の漁に向かっていきます。こちらが今回乗せていただく船、八幡丸さんですね。八幡丸の船長でありオーナーの神本さんにお願いしております。ただほら、網やりだしたら危ないけどな、気をつけて。網をやるときが大変危険だから気をつけてくれということでした。そしてこちら道具、怒りですね。めちゃくちゃ大きいです。こういうものを使うからね、大変危険です。それでは他の船を横目に出港していきましょう。でちょっと出港したら網をやる準備をしていきます。船の後ろから網を入れるので、網をね、ある程度出した状態にしておきます。最近の GPS、 これ GPS なんですけど、他の船のね、位置が分かるようになってます。これでものすごく便利になったそうです。それではポイントに到着しました。ポイントに到着すると1番にやる船がすでにね、網を入れてました。で、どうですか、この大迫力の最後の怒り入れ。あれがですね、バッシャンって音を立てることからバッシャになったんじゃないかなっていうのが神本さんの推測でした。それでは神本さんの順番になったので網を入れていきます。まず端の袋網ですね、こちらにイカナゴが入ります。この端を入れていってどんどんやっていきます。ものすごいスピードに見えるんですが、これでも僕の身の危険を案じてかなりね、ゆっくり入れてくれたそうです。普段はものすごく速いそう、もう止めることがないぐらい速いそうで、すごい危険な作業なんだなと思いました。ある程度網を入れると等間隔でこちらの浮きを入れていきます。で最後の受けも海に入れていきましょう。そしたら端のワイヤーを取り出して、こちらのネットローラーから外したら船の前の方に走ります。でワイヤーをね、この巨大な錨に装着したら準備は OK です。そしたら錨を入れていきます。はい、どうですか、この大迫力。もうなんたって300キロですからね、一歩間違えたら死は免れないでしょう。じゃあ片方のね、錨を入れて、もう片方の錨を入れるんですが、こちらは船に吊るしておきます。でね、ちょっと取り損ねたのは大変申し訳なかったです。じゃあ表でワイヤーを折られて、折られるっていうのはまあなんかこらえるみたいな感じですね。でポイントに到着したら入れていきます。これもね、怖いですね。
で300キロの怒りとワイヤーが次々と海に入っていって、最後に受けを入れて OK です。じゃあ次、最初に入れた300キロのね怒りの方に移動して、その受けと怒りを上げていきます。でこちらのウィンチでワイヤーを巻いていくんですが、このウィンチにも巻かれて人が亡くなる事故とかもあったそうで、すごい怖いなと思いました。それじゃあ今ね、あの網のとこが袋のなんか入り口になってるんですけど、あそこを広げるように怒りを漕いでいって、で上本さんの合図で怒りをポイントに入れます。これで潮を受けて、袋がね、なんて言うんでしょうね、膨らむと、まあ、いい感じになります。ちょっとね説明が難しいです。そしたら次、網の袋のなんて言うんでしょうね、真ん中に移動してそこを上げていきます。そうすると船の表のところに網が上がってくるので、袋のね口が開いた状態になります。こんな感じですね。これで網の仕掛けは終了したので、次は網を繰る準備をしておきます。ワイヤーを出して船の前に持ってきておきます。それで上本さん、大漁を祈っておみきをまくそうです。まあ、海の神様にお酒を捧げてよろしくねみたいな、そんな感じですね。お疲れ様でした。お疲れ。したすごい大迫力でしたね。そうですか。毎日これは大変ですね。うん、まあ天気が良かったらな、そうでもないけど。ああ、風の日とか。ああ、それはちょっと大変ですわ。お疲れ様でした。はい、はい、じゃあここでね、ホワイトボードを使ってちょっと詳しく説明していきましょう。はい、で今回のリカナゴ漁なんですけど、正式名称がイカナゴコマセアミって言います。通称バッシャとかって言います。でなんでバッシャっていうかというと、怒りを掘った時にバッシャーンって音がするからバッシャかなって言われてて、まあ底引きも底を漕ぐから漕ぎとか、流し差し網も流すから流せとかってね、そんな感じです。で図で簡単に説明すると、潮流に逆らってまずね船の後ろから網を入れます。ダーッとね。で次にこれおでんじゃなくて怒りです。怒りを打って、まあ左右のね口を開いてあげて、でこの潮流の潮の流れを受けて袋がねこう伸びて、こんな感じになります。で網をやり終わった後、船でね袋の、まあ、口をこう吊り上げるんですよ。で怒りとか網とかにこう受けがついてて、網のね網をね浮かしてあげます。でそこにイカナゴがやってきて、この脅し網を通って、で最後にこの細かい袋の中入って、ここにねイカナゴが入ってもう逃げられなくなるよって状態です。でこの怒りの重さ、一つなんと300キロでお値段30万円以上して、漁具だけでね600万円からするそうです。で上から見るとこんな感じで、まあ同じようにイカナゴがねこん中入って、こう行くよって感じです。はい、以上浜湯ホードボード説明でした。網入れが終了したら、次はお昼の時間ですので、船員さんがお昼ご飯の準備をしてくださいます。もちろんですね、食材は今朝取れたてのイカナゴです。このね単語を聞くだけでもうまそうですね。で今年のイカナゴにはこのようなジャコが入ってます。これ何の赤ちゃんか分かる方いましたら教えてください。このジャコがですね、食感があまり良くなくて、あまり入りすぎると良くないそうです。じゃあね、わけぎを洗っていきます。もちろん洗うのは海水です。海の男に真水は必要ありません。そして海水によって完全殺菌されたまな板で切っていきます。でその切ったわけぎを大量に鍋の中に、そして豪快に敷き詰めていきます。じゃあ次は漁師のキッチンへ移動して味付けをしていきます。醤油を豪快に入れて真水を入れます。そしたら蓋をして火にかけて準備は OK です。余分な味付けは必要ありません。で待ってる間に上本さんは本日の漁業日誌をつけてました。さあ漁師の台所に呼ばれた私、今漁師の台所へ潜入していきます。ご飯はいつもこちらで、うん、ここで食べますよ。皆さんが揃って美味しいご飯を囲んで、いいですね、団結力もすごく高まりそうです。でこれがイカナゴの炊いたやつですね。めちゃくちゃうまそう。それを豪快にお皿に盛り付けて上本さんが食べていきます。
どうですか。うん、まあまあ美味しいですよ。美味しいですか。うん、でこれが僕のやつですね。よだれが出てきそう。じゃあのちょっといただきます。うん、ふわふわで味も濃くてめちゃくちゃうまいです。もちろんこんなね美味しいやつはご飯にのせていただくに限ります。じゃあいただきます。めちゃくちゃうまいです。うん、いや、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、じゃあご飯をいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございました。すみません、お昼ごちそうさまでした。これあの何時間置いとくんですか。だいたい3時間4時間ぐらい。4時間ぐらい、うん、あ、なるほど、わかりました。今までで最高どれぐらい取れたことがあるんですか。1日というか5000貫やけん20トンすごい量ですね。ありがとうございます。で網入れてから待つ間の3時間、船員さんたちはおのおの好きなようにくつろぎます。で潮もねだんだん早くなってきました。で潮が早くなるにつれて浮きがどん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 沈んでいくんですよ。こんな感じで川のようにね流れていきます。しまいにはほとんど海の中に入ってしまいました。で魚群探知機を見るとイカナゴのようなものが少しだけ映っていました。でちょっとねこの鉄柱に許可をいただいて登らせていただきました。落ちないように気をつけろということでしたこんな感じで見てもらえるとまあ分かりにくいかもしれないんですが、しっかりね潮を受けているのが分かります。じゃあ網上げですか。はい、今から上げます。はい、はい、じゃあ時間も来たということで、網をね上げていきます。まずこちらの袋部分のね下側、底側ですね、それを上げて袋の口を閉じた状態にします。下側のロープだけでもめちゃくちゃ太いですね。でその口が塞がった状態を維持するためになんだろうなロープで止めました。じゃあ次イカリを上げていきます。まず片方のイカリのところに行ってウィンチでガーッとね上げていきます。あの300キロのイカリがどのように上がるのか非常にね興味深かったです。でイカリが起こせたらイカリを上げていよいよ船の上に上げていきます。釣り上げていきます。ガーッと上がってきたら土がねついているので土を落として泥ですね、この状態から船の上にドカーンと上げていくというそういう状況ですね。じゃあもう一個の方に移動してもう一個も上げていきましょう。同じように巻いて船の上にドーンと上げていきます。そしたら怒りについていたワイヤーを後ろに持ってきてそれを巻いていきます。さあイカナゴは果たして入っているのでしょうか。ぐんぐん巻いていってまず脅し網が見えてきました。で入れていった受けもどんどん上げていきます。2個目3個目と上げていってで次袋網の部分がやってきました。でこれもぐんぐんと巻いていくとどんどんね先細りで最後の網がやってきました。でこちらの網、後ろで上げるのではなく表船の前で上げるので一旦伸ばしてで船の前の方に引っ張っていきます。さあ逃さまいと私も急いで船の前に移動して見ていきましょう。まだですねイカナゴの様子は見受けられません。で一度では上げられないので上げては下ろしてくくって上げては下ろして上げていきます。で 3,4 回この作業を繰り返した後にようやくですねイカナゴが見えてきました。
結構ね入ってるように見えるんですけど、かなり少なかったようです。なかなかねこの生きてる状態のイカナゴを見ることはないですから、かなり貴重な映像かなと思います。それでは水を足していきます。踊り狂ってますね。で氷も入れていきます。そしたら急いで阿字漁港の方に帰りましょう。こんな感じでね泳いでるイカナゴです。でさっきもね食べる時も言った通り、ザコがね、ザコというかザコがいっぱい入ってるので、それをね出していきます。で私生きてる状態のを食べてみたくて食べてみましたら、最初微妙かなと思ったら結構甘くてね美味しかったので、お椀いっぱいいただきました。これに醤油をかけるともうね踊り狂ってるので、この踊り狂ってるのを踊り食いさせていただきました。非常にね甘みが強くて美味しかったです。で当然食器を洗うのも海の海水で洗えば万事 OK でございます。手伝いましょうかって言ったんですが、いいよいいよってね言ってくださいました。ありがとうございます。さあ僕らがね港に帰る頃にはもう他の船も続々と港に入ってきてました。こんな感じでカモメもねたくさんいます。それでは荷揚げ場の桟橋に船をつけて、でホースを船倉に突っ込んで、これでね吸っていきます。見逃さないと急いで機械の方に移動しましょう。じゃあこちらの機械からイカナゴがね吸い上げられたイカナゴが出てきます。最初はちょびちょびだなって思ったんですけど、ご安心ください。いやこんな感じでね大量のイカナゴが出てきてるシーンがちょっと気持ちよくて、長めに撮らせていただきました。そしたら今朝と同じようにカゴにどん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 イカナゴが詰められて、それをパレットに並べていきます。これのね20倍とか取れてた時はどんな時だ、どれぐらいの量があったんでしょうか。見当もつきません。取れたてのイカナゴ綺麗ですね。それでは急いで桟橋に向かって船を桟橋から外していきます。こちらの桟橋に上本さんの船を止めるそうで急ぎました。僕が船から離れると上本さんが早速桟橋にやってきて船をつけてます。その後は網をきれいに洗って業務は終了だそうです。で馬車の船と比べるとねもう大きさが一目瞭然ですね。ものすごくでかい。じゃあ皆さん今日はありがとうございました。上本さんと乗組員さんありがとうございました。帰りにはね別の船の人も手を振ってくれました。それでは小豆島の方に帰ります。はい、というわけでただいま、すごいね疲れました。はい、よいしょ。ということでもうねすんごいたくさんのイカナゴいただきました。で今日はですねちょっと何もしてないんですけど、まあ疲れちゃったので明日の朝起きてこのねイカナゴを使った最高のね漁師飯を作りたいと思います。で今回イカナゴ漁を見てめちゃくちゃねもう大迫力だったし、初めての経験ばかりだったんでめちゃくちゃ面白かったです。最高でした。協力してくださった上本さんありがとうございます。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。じゃあバイビー。 See you next time. Bye.